アテナ像だ。でもさっきまでかすかに見えていたアテナ像まで霞んできた。俺のコスモの炎まで消えようとしているのか。だがまだ俺は死ねない。アテナの盾を沙織さんの方角にかざすまでは。聖夜、聖夜、聖夜、あなたは希望。今すべての人々のあなたは希望。聖夜、聖夜、わずかに残った俺のコスモを。聖夜、消えそうな俺の命を。かすかに残った僕の命を、僕のコスモを、すべて君にあげるから。聖夜！何？ペガサスが、また、しかもなんだ。聖夜の後ろに浮かぶあのコスモは、ペガサス。いや、ペガサスだけではない。聖夜の後ろに無数のコスモが。聞こえる。友の声が、兄弟の声が、そしてアテナの声が、みんなの声が俺のコスモに響いてくる。俺に勇気と力を与えてくれる。サガよ、お前の最後だ。今こそ邪悪を断つ。この命ある限り、お前を倒す！今度こそ殺してやるぞ、ペガサス！ファイト！最後、消し取れ！もう一度だけでいい。コスモ、最後を見せてやる！心のコスモよ、奇跡を起こせ！撃たれて、見えることも聞くことも、感じてここからできないペガサス。なおも私に戦いを挑もうという。やっ、聖夜、聖夜、あっため、聖夜、立つな、聖夜、頑張るんだ、聖夜、決して。頼んだぞ。みんなの声だ。俺を呼ぶみんなのコスモをはっきりと感じることができる。サガ、自分を消されて、どこを見ている。見えない、行くこともできない。見る以上にそれらの感覚を超えて、今はっきりと全てのものを感じることができるのだ。俺はこの地上の神となるべきのだ。アテナと共に死ね。どこを見ている。お前がいくらコスモを燃やそう、私では一切歯が立たないということがまだ理解できていないようだな。みんなが与えてくれたこの力で歯が吹いてくる。俺はお前を倒す。星をも砕きこのサガの剣を受けてな。ウィナー、勝った。ちょっと手加減しすぎたかな。ついにジェミニのサガを、諸悪の根源を倒したぞ。アテナ像のあの盾さえかざせば、沙織さんのアテナの命が救えるんだ。己、盾に触らせるか。アテナよ、正義の盾を与えたまえ。沙織さんを、アテナを救え。アテナ、我らゴールドセイント、残りはわずかになってしまいましたが、あなたを真のアテナとしてお迎えいたします。ご老法におられる老師から
サンクチュアリの増強に至るまで。あなたのもとで地上の正義と平和を守るため戦います。アテナのセイントたちよ、今度は私があなたたちを救う番です。行きましょう、サンクチュアリの頂上へ。私は…サガ、正気に戻ったのですね。アテナ。気づいていましたか、サガ。聖夜の剣があなたの心を支配していた邪悪のコスモに激しい衝撃を与えていたこと。そうだったのですね。彼に感謝しなくては。こうして最後にあなたにお詫びを申し上げることができる。最後。サガ。アテナ、こんなことで私の罪が許されるとは思っておりません。ですが、私にできる贖罪の手段はこの程度しか。この差が許されるのであれば、正義のために生きたかった。差が、差がの心には強い善と悪が混在していました。ですが、最後には本来の善の面が悪を凌駕したのですね。紫竜、氷河、春、一騎、そして聖夜、あなたたちには辛い思いばかりさせてしまいましたね。許してください。しかし、あなたたちのおかげでサンクチュアリにもこの地上にもようやく平和が戻りました。ありがとう、聖夜。あなたたちが戦ったように、私もこれから倒れるまで戦い続けます。地上の正義と平和を守る女神、アテナとして。